あの、はじめまして、松尾です。言ってますけども。違うね。企画が違う。あ、違う。別のやつも。これ後で、後でやりますからね。誰が別の企画の冒頭を持ってくるの？ちょっとあの、今日2本撮りで、あの、後半の本の動画の素材をちょっと持ってきたんですけど、これサッカーの動画を後で撮りますので。そう、動画独立してんねん。みんな分かってへんわ、気持ちが。その、残される側の気持ち分かってへんわ。あ、なんか、それはだってさ、皆さん、そう、あの、生死の一番乗りですよ。生死の皆さんは生死の一番乗りなんで、2番からそんなの気にしたことがない。あなたは生まれた時から1番なんです。だから分かんないですよ、捨てられる側の気持ちがね。今回はそういう動画で、生死で例えてよかったよ。本来捨てるべき果物とか、はい、果物、あれ廃棄と果物になった。果物の捨てるべき皮とか種とかヘタとかの方でもミックスジュース作りましょうっていう。これ何、買ってきてくれた。そっか、買ってきた。買って盗んではないよ別に。そう、兄が買ってきてお下がりってわけ、この果物は。あ、そういう捉え方か。なんか、自分のが良かったなぁと。次男の定め。自分のが良かったなぁと。自分のって何？ピーラーもね。ピーラー知らんの。小学校の家庭科の授業でカレー作ったよ。いやいや、俺全部休んでて家庭科。家庭科ちょっとその整理の方で、もうピーラーはいらないです。いらないんですか。うん、全部包丁で俺はめくれる。これ長い一本にできますよ。あ、リンゴもできますか。で、リンゴどころかどころかって、こうリンゴの皮切って、これもこう、このままこう、おかしいやん。この捨てられるものたちを長い一本にしてまいりますよ。おかしいやろ、繋いでるやん何かで。本来あなたたちミックスジュースは、はい、どういうこと。見てる人がミックスジュースかな。本来ミックスジュースを作るときあなたたちは皮とかを剥いて入れてるわけよ。じゃああなたたちその剥いた種へた皮捨ててますかと。捨ててるやろ。違うよ、他になんか使ってますかって問いかける。あなたたちがこう出した生ゴミを捨ててるのかどうか。もうゴミって言ってんの。それを今回再利用、なんなら再利用してやりましょうと。一個挟んでるな。何人に挟んでんのそれは。一回再利用した後にもう一回。エコです。はいはい、エコ魂です。エコ魂。エコ魂。SDGs とか言うもんね。あ、なんか言いかけた。ごめん。エコ魂 SDGs なわけですよ。使った。で、使わせ。再利用した。使わせ。再利用させていただきますけど。そのいただきますは、この家庭科とはもうかかって、もうええだろうね。もうええね。早速切っていきましょう。そうですね。リンゴの皮をまず1本。おいおい。おい。一本につなげ。おい。おい。真ん中で切っとるやんけ。あ、わからん。まあ、これでこう、ほら。ちょっともうダメやん。ちょっとね、こういうことですよ。すごいなんか時間がかかりそうやな。本来5分とかですけどね。何が尺が皮めくる時間が、皮めくる時間が本来5分です。あ、そう、リンゴ1個に対してとかじゃなくて、どんな状況でもぴったり5分で、例えばその座ってる時とかでも、立ってる時とかでも。そういうことか。違うやろ、果物の量じゃない。どんなそこだな。どんな時でも、例えばこう世界が滅亡する時とか。いや違う、その社会情勢とかでもなく。リンゴの皮をめくりました。うわ、芯も皆さん取ってるでしょ。 あそこも使っていく。そうすごいね。うん、まあでもそうやっていいね、こう皮だったり使わない部分を残してバラティエには就職できるもんね。多分。え、バラティエってあのサンジがいた場所。無理だ、その包丁さばきは無理だ。ああ、食べてる。どうしたそんなプチ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 、あれじゃないよね、丸、すっごいでっかいの。うわー、あった食べたのにないって思って。いやいや、あの、ええ肉食べるときそれ溶けてた。ええ肉のとき。んない。あるって、反対側にある。おー一度口の中に入れたら手使わんねん人間って。じゃあトマトいきます。はい、よいしょ。あ、そこそこも使うの。トマト逆に切る場所、あ、ここ。いやー、てかその皮は一応あるからさ、めくったらいい。捨てなくない。サラダとしたらトマトは皮ごと食べれます、このようになくなるって。うん、このように。このようにがすごい。このようにの一言がすごい。ちょっとピーラーをこう台にして。すんなよ、ピーラーはそういうものの食べちゃうで。待って、これ食べたないわ。
キウイってそもそもいけんのかな、この皮毛生えてるもんね。これちょっと嫌だわ。ちょっと中ってことにポケットに。なんかね、ここの切れ味悪いんですよ。あ、包丁が、うん、あのリンゴとか俺ずっとこう4年間使った包丁でここばっか使うんですよね。この包丁の奥歯の部分かな。あ、お、包丁の奥歯の部分かな。いや、包丁に前歯も奥歯もないだよ。の部分の方、え、包丁を歯に例えるの。まあまあ、でも歯というか刃歯とも言うか。これはなんていう果物。プラムかな、スモモとかプラモとか。プラモ。プラムは綺麗に一本になりましたけど。綺麗にいけたんだ。そうね。中の種も取り出します。種っていけるのかな。そのちょっとそのキウイしかり種しかり調べようや。なんでいけるか分からんやつを俺に飲まそうとする。こうやってね、あ、思ったよりなんかこういう感じなんですね。ああ、なるほどね、ちっちゃい。なんか思ってたのはなんか身より大きいぐらいの種があるんかな。そんなわけないやろ、なんで兼ねてんの中身を。金がね、そういう噂がありましたけど。何言うてんの。よし、いけました。はい、もう結構時間使いますね、バカ。そう、飽きたな。飽きたね。この3種類だけでいける。じゃあちょっとこの、そうだね、少量でいこうか。こういうことさ。いや、最初からこうすればよかったんだ。なんで全然1個使う必要ない。確かにね。バナナだった。もうえ、ストレッチマン、そんな感じじゃん。ストレッチマンになりました。ストレッチマン、ここら辺がジンジンしてきただろうっつってね。どこら辺。ストレッチマンの頭骨ですよ、これがね。頭骨。アボカドのここって食った人見たことないんだけど。おお、立てるな、ここ。え、おお、いけるぞこれ。あれ、あの相場は横やねんけどな。あんまアボカドこうやって世界一周で縦にするタイプ。お前、北極さん、北極さん。ブドウはほんまにやりづらいな。やってられん気がする。やってられん気がする。うん。こう、じゃあ今度は、うん、スイカ。違いますね。見た、まあまあまあ、スイカの、まあまあまあ違いますよ。まあ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 、まあで繋げないぐらい違う。人参。人参いきます。ね、これはこうピーラーを使っていく。ピーラーを使いたいんだけど、こうトマトがこうあるから、僕これごと。なんで合体になる。すごいうまくいくやん。このピーラー切れ味すごいね。トマトを置いとくにはもったいないピーラーだわ。だいぶ溜まってきたね。そうですね。これはこの、何これ、人をダメにするソファーですか。違う。確かにね。ここの部分でしょ。うん。なんか嫌だなぁ。こう、僕ね、高校の頃旅館のバイトをしてたんですよ。はいはいはい。これ捨ててたよ。プロの料理人がこれをあの大きい透明な袋に入れて捨ててきたよってバイトの人に。じゃあもう早速入れていこうかな。そうですね。ね。ちょっとこうサムネからまたスタートしました。サッカーボールないよ。違うよ。全然違う。さあやっていきますか。やっていきましょう。まあその下のかさ増しの人参がバレてしまいましたけども、こんなに削りましたか。サムネ撮るときにね、かさ増しでちょっといろいろしましたけどもね。じゃあもう こんな入ったんで、そうね、もういいですよ。じゃあとりあえずやっていこうかなとは思いますけども。始まってるスタート。ちょっとね、あのこれ音が鳴るだけの機械かな。そんなわけない。こうしようか。あの水分足りんくて、うん、くっついちゃってるわ。あ、そう。ちょっと水分っていうことで、なんか果物入れる。なんかほら、こう水を入れました。完全にこれあれですね、キッチンとかの網に溜まったやつ。三角コーナー。うわ、遊ぶなよ。え、それ右も左もつく。珍しい。なんそれ。見たことないよ。そうね、ちょっとこう入れていきます。うわ、本来捨てる場所ジュース。ちょっとこれは一回置いて、あ、本来使う場所ジュースも作りましょうか。はいはいはい。確かこっちはこっちで美味しいかどうかも。そうだよ、だってこのピーマンとか入ってるからね。レモン。嘘だろ、でも包丁片付けたしな。え、嘘だろ、これちょっと嫌だろ。ピーマンか。ピーマン4個目ですね。そんな入れてませんよ。そうすか。ちょ、包丁いるわ。研いでる。
包丁研いできた。モンハンの音が聞こえた。とレモンと。おお。あ、いけた。おい、おい、バーテンダー。すごい下手くそな。一気に。なんか人参じゃん。ほんまやな。どっちもジュースじゃねえよこれ。ちょっと綺麗にしようか。じゃあびっくりするぐらい綺麗になりましたけど。なんもないね。そうやな、まあ、飲み比べしていこうかなとは思いますね。ちょっとねこう。どっちが廃棄の方か分かりません。見た目が違います。こっちが廃棄でこっちが使うやつ、はい、どっちもまずそうやけどね。そうだね。そうだ。じゃあこっちから飲もうかな。そうだね。うわ、まずっ。え、まずいの。え、まずいの。おお、すごいな。これがもうまずかったらもうあかんねん、企画として。まずっ。あのね、うん、パッとガッて入ってくるのがあの人参で、あのその後にレモンが来る。で、変なリンゴの甘さと、ああ多分アボカドだろうけど青臭さみたいな。じゃあブーストミスったんかな。最悪の味するで。おお、ああ、じゃあ今度はこっちの廃棄の方を飲んでいこうと思います。あ、匂いは、ああ、そういうとこも大事やな。薄いわこれより。ああ、ちょっとまあ多分苦いとかがあるから、皮とか種って苦い。ちょっとこう。やべやべやべ、頻繁に飲むな。こっちを中和して。無理無理無理。こっちが酸性でアルカリ性なので中和して。違いますよ。え、え、え、身と皮で違うの。激力やで、混ぜるな危険。お、あ、飲んだ。お、え、味がしない。え、嘘。あ、なんかね、粒があって、うん、粒を噛んだら苦い。あー、まずっ。一番あかん展開や。なんだこれ、水か。あー、水出してるからか。で、噛んだら苦いね。あ、まず。後から来るまずさ。なんだこれ、どう例えればいいか分からんけど、うん、まさか分からんって言うたもんな。そうかそうか、期待しちゃったけど、みんな。なんでその分からんけどって言うた後に例えが来るって思ってた。そうか、ごめんごめん。なんかこう、マックが、パソコンの MacBook の、MacBook の MacBook の方の Mac が、のとこにログインしようとしたら、キーチェーンでパスワードをこう入力してくださいって。ほんで、でもそれができない場合みたいな。ほんで、なんかこう、キーチェーンがなんか、認証してませんとか、そういう表示されたぐらいわからん。わからんな。どんな例えをすればいいのかわからんところを例えました。そうこのわからんところ。舌が痺れてる。あ、マジで？なんだ、柑橘系かな。ほら、だって口閉じても、しびれのこの痙攣で、おい、舌が動いてるやろ、左右に均等に動いてる、振れ幅が。あ、左多い。左多い。検証結果、こっちの方が味がしてまずかった。で、こっちは水入れたからちょっと薄かったけど、舌のしびれがすごい、どんどん強なってるで。俺、こう動画終わった後なんかとかなって、そんな首元だって終わるんちゃうかなと。生産カリー入ってるね。生産カリーとか思ってますけどもね。あの皆さんコメントで喧嘩していただければ。何たまに見る、たまに見る、あの YouTuber のコメント欄で喧嘩する人たち。あるね、あれをしてくれれば。本人が煽るなよ。こっちはあの水が入ってるから不公平だろっていう人と、はい、いやいや松尾はそういう実験の検証じゃなくて、そのトークとかそういう面白さでやってるから、うん、そこは関係ないよっていう派閥でこう分かれて喧嘩してくれればと思います。なんでよ、ボコボコにやり合ってもらえればいいから。すごい、僕もこう参戦しますのでね。参戦すんの、うん、ほなするよみんな。ほなするよ、いよいよ。そう、いよいよ。いよいよですよ。いよいよ。なんか変なエロいサイトに飛ぶ URL を、なんかコメント欄に書く人たちめっちゃいるけど、あるよ。みんなあれをしてくれれば。なんでみんな困ってんねん、みんな。ね、ちょっとあれをやって、ちょっと猫、座高が伸びましたけど。ほんまや、座高が伸びた。なんで急に。1個増えた。増えた。パーツ出した。パーツ出した。え、1パーツ腰と尻の間になんかモロっていうの入れた。なん、モロって何。人類の新しいパーツ、モロ。肩、胸、腰、モロ、ケツ。今までの企画全部潰されるインパクトがそこにある。そうですね、ちょっとネットサーフィンしよう。あ、そうだよ、終われよ。動画外でやれよ。動画ネットサーフィンって言うんだよ、やっぱ未だに。そう、僕はサーファーですもんね。サーファーって言ってんの。ネットの海をこう波に乗る、ネットの波に乗るサーファーですもんね。
さ。これがその、あの、もうええ、ネットサーフィンをしてる時にあの岩に傷つけられた傷跡です。え、一応海でネットサーフィンしてるから。じゃあ次はあのサッカーの動画を撮るので、もうそのままカメラ回してもらおうか。そうだ、そうしよう。今回はね、今回はね、こういうサーファーじゃないよ。サーファーじゃないですよ。サッカーボールを使います。今回サッカーの動画です。まだ、あれなんかまだ。バチョファ、そんなチョッパ、そんなチョッパ、そ。バチョファ、そんなチョッパ、そんなチョッパ、そ。ビルバンド。